回の動画は少年ファンタジー第10話の感想について語っていきたいと思います。ファンタジーメーカーの皆さん、ぜひぜひチャンネル登録高評価よろしくお願いします。このね、少年ファンタジーの動画を見てくださってる方は多分サバ版好きの皆さんだと思うんですけれども、皆さん下半期もいろいろねサバ版ありそうですね。はい、上半期はボーイズグループのサバ版が結構盛りだくさんっていう感じでしたけれども、今年の下半期はガールズグループのこうサバ版がこう盛り上がりそうな感じですね。日部3のね話は前々から公開されておりましたけれども、ハイブのねガールズグループのサバ版も6月末から始まるということで、あとまあクイーンダムパズルとかもね始まりますよね。ガールズグループのものが集まってますよね、下半期には。まあ今は少年ファンタジーだけなんでね、追っかけてるのがそんなにこう大忙しっていう感じではないんですけれども、まあいろいろ始まってくると、はい、またお茶会 TV 大忙しの時期がやってまいりますね。はい、だけどねやっぱり、ね、見ちゃうんですよね。やってると知るともう見たいんですよね忙しくても、もう睡眠時間削ってでもね、もう見ちゃうのがもうサバ版好きですよね、やっぱりね。まあね、ちょっとこう新しいサバ版に関してはまあ別の動画でもねいろいろ語りたいなとは思っているところなんですけれども、もう少年ファンタジーはセミファイナルまで来ましたね。もうあと1話で最終回ということで、はい、今回は生放送でした。最終回がね、生放送っていうのは大体他のサバ版でもそうなんですが、最終回の1個前から生放送っていうのはだいぶ珍しいですよね。はい、で投票のねタイムラグ問題がありましたから、それが解消されてよかったなと思ってるんですけれども、今回ねいろいろ感想を語っていくんですが、純音の回でしたね。はい、私がエンオーディションを見ていたからというのもあるんですけれども、私的にはもう本当に純音の回だったなと思っております。で、まあ、最初にねいきなり20位候補の発表からありましたが、5人発表されましたね。だいぶ発表するねと思ったんですけどね、多かったですよね。はい、でまあ生放送中に投票できるので、この5人にだいぶこう救済票がいったんじゃないかなと思いますけれども、セミファイナルのねスナックスのチームのステージからでしたけれども、スナックスチームの、まあ、ビハインドストーリーはケイダンくんが主役でしたね。はい、ケイダンくんの成長物語という感じで、なんかケイダンくんどんどんかっこよくなりません？私ね、成長っぷりに感激してますもしかしたらもしかするんじゃないのって今ねちょっと思ってるんですよ。デビューメンバーにね入る可能性があるんじゃないかなぐらいちょっとね期待してるんですよね。ピンク森になってから急激にもねビジュアルも輝いてますし、ピンク森私が大好きっていうのもあるんですけれども、今回も成長素晴らしかったですよね。本番もめちゃくちゃ良かったし、ちょっとこれは余談なんですけれども、純音がレコーディングの時にちょっと体調悪いっていうお話があったじゃないですか。もうね、ちょっと不謹慎って言われるかもしれないんですけれども、体調悪くって PD と喋ってる時の純音、なんかもうめちゃくちゃかっこよかったんですよね体調悪いからね早く元気になってほしいなとは思うんですけど、なんだろう、ちょっとこう憂いを帯びた純音めちゃくちゃ良かったですね体調悪い時にねそんなこと思うのは良くないのかなと思いつつも、あ、かっこいいと思いながら見ちゃいましたね。まあ、ステージも純音素晴らしかったじゃないですか。やっと現場投票で1位になりましたね。はい、嬉しかったな。ラップ、シンギングラップって感じなのかな。純音あんまりラップのイメージなかったんですけど、めちゃくちゃ合ってましたね。はい、かっこよかった。マイク逆持ちね。ボイプラではケイタくんがやってましたね。あれやるとみんな、おーって盛り上がりますよね。ミョンジェくんがプロデューサーのね、1位に選ばれましたけれども、もうミョンジェくんの病弱キャラはどこに行ったっていう感じですよね。もうすっかりもう忘れ去られてますよね。このかっこいいコンセプトに合ってましたよね。はい。ミョンジェくんかっこいいのすごい合うんですね。ノットトゥデイも合ってましたしね。ということで、はい、セミファイナルのステージが終わって、ファイナルは、2チームに編成されて14人ずつですね。はい。で、まあ、新曲で対決するということでしたけれども、そのチーム決めが今回、ちょっと面白かったですね。今までにないやり方かなと思うんですが、1位のソンミンくんと、2位の純音くんがチームメンバーを選ぶというやり方でしたね。はい。なんかまあこの2人が選ぶっていうのも結構こう、まあ面白いし納得できる感じはしますよね。まあどんどん選ばれていくじゃないですか。で、選ばれないで残っていくの結構ね、毎回残酷ではありますよね。
しょうがないんですけどね、サバ版だからあれ待ってるのしんどいですよね。でもなんとなくなんか学生時代とかこういうのあったかもなーと思いながら見てました。全く同じじゃないかもしれないんですけど、なんかのチーム分けするとか、なんかグループ分けするとか、なんかのメンバーを選ぶとかね。今は学生さんそんなことさせないのかもしれないですけど、私たち、まあ、昭和の時代って、まあ、平成か結構残酷なこととか全然学校生活の中であったと思うんですよね。なんかこういうのあったなってちょっと思いました。で、まあ、曲を決めるのはスポーツ大会ということで、サバ版に運動会ってつきものだなと思ってるんですけど、私あのプジュシリーズとかは絶対運動会あったじゃないですか。でもね、なんかコロナ禍になってあの運動会減っちゃったなと思ってて、あのボイプラも運動会なかったですよね。私ね、毎回運動会楽しみにしてるんですけど、どのサバ版でも、はい、少年ファンタジーで運動会やってくれてよかったなと思ったんですけれども、ただちょっとさっぱりしてましたね私的にはもっとね、なんかこう面白シーンみたいな、いろいろあっての運動会というのを期待してたんですけれども、あの、まあ、時間のね関係もあったと思うんですが、結構さらりと終わってしまったなっていうのがちょっと寂しかったんですが、セミファイナルの順位発表がありました。はい、上位20位までがファイナルに進めるということで、8人が脱落ですね。はい、で、まあ、順位の方を見ていきたいなと思うんですけれども、まずはまあ20位から13位ですね。はい、まあ、クム・ジンホ君がね20位に選ばれましたね。だいぶこう前回からちょっと下がってしまいましたが、どうにかファイナルに進めるということで、そして19位のソクヒ君、びっくりしましたね。ジャンプアップですよね。で、うちのチャンネル毎回言ってるんですけど、ソクヒ君ファンがたくさん見ていらっしゃるので、よかったですね、ファイナル行けますね。なんかちょっとどうなんだろう、大丈夫かなって心配だったんですけど、ちょっとほっとしました。そしてあのちょっと最近私の推しであるケイダン君、上がりましたね。ねえ、ちょっとね、ケイダン君ね、大逆転行ってほしいなって私思ってるんですけど、そしてもうね、ユーマくんも嬉しかった。ユーマくん。なんかね、ちょっとやっぱり、性格の良さが、この何話かですごい見えてきたじゃないですか。そこみんな見てたんだなって思いましたね。すごい嬉しい。で、まあ、ちゃんとあの、パフォーマンスもしっかり歌唱力を証明していたので、嬉しいですね。やっぱ日本人メンバー入るの嬉しいですね。で、デヒョンくんが、結構下がってしまいましたね。これはなんでなんだろうな。ステージ結構活躍してたんじゃないかなと思うんですけど、結構下がっちゃいましたよね。はい。で、15位、ギュレ君。ギュレ君も下がってしまいましたね。まあ人気ではあると思うんですが、難しいですよね。なんかもっと成長をみんな期待しちゃうのかなっていう感じしますね。もちろん成長してるんですけど、あの初回ですごい才能を認められたインパクトがやっぱあるので、なんかもうグインってもっといくんじゃないかなっていう期待をこうしてしまうところがあってね勝手な期待なんですけどね。はい、だからそこがこの順位になっちゃってるのかなっていう気もします。はい。で、ヒョンテくんもちょっと下がっちゃいましたね。あのヒョンテくんもそうなのかな、なんかこうみんなの期待とのこう兼ね合いなのかなっていう感じはしますね。はい。で、ヒョンビンくんも、まあ、下がってしまいましたね。まあ、ヒョンビンくん実力あるんですけど、なんかね、ヒョンビンくん複雑なんですよね。やっぱね、ケイタくんとかもサイファーのことがちらついちゃって。私はね。そう、やっぱボーイプラ見てた人たちは、ケイタくんと活動しなくなるのかな、どうなのかな、ここでデビューするとっていうのが、どうしても気になっちゃう。あの、まあ、応援はしてるんですけど、そうなんですよ。複雑な心境で常に見てるっていう感じですね。そして、デビュー圏内の1位から12位ということで、サンタくんが、ね、サンタくんの順位はもうなんかもうジェットコースターみたいに上がったり下がったりですね。だから予想つかないなと思うんですけど、まあ、12位に。はい、ちょっと下がって入りましたね。ミンソくんがデビュー圏内入りということで上がりましたね。前回のね、ビハインドのこう結構分量もありましたから、ジェミンくんが、お、だいぶ上がりましたよね、前回からね。まあ、ジェミンくんね、やっぱ名簿だよなって思いますね。素晴らしいですもんね、ボーカルね。はい、そして9位、テソンくん。なんかテソンくんも結構ね、上位にはいるけど上がったり下がったりっていう感じですよね。なかなかこう、安心できないっていうか、いい時もね、あればこう、結構下がっちゃう時もあるから、ドキドキしますよね。そして8位、ハンビンくん。ハンビンくん、だいぶ上がりましたね。はい、あの、まあ、ベネフィットもありましたからね。あの、ベネフィットが結構、
構な量あったと思うんですが、8位ということで、だから投票がちょっと厳しいんじゃないかということになりますよね。あのベネフィットあれだけもらって8位となると、そうだからちょっとね、そこは気になるところですよね。はい、そしてリンチ君、あ、リンチ君の順位は結構安定してるかなって気はしますね。はい、安定してずっと人気ですね。で、光くん上がりましたね。なんかね、順位変動が激しい人が多くてね、この番組。はい、光くんもこう上がったり下がったりで、ほんとドキドキじゃないかなと思うんですが、まあデビュー圏内にね、日本人が入れたっていうのはすごく嬉しいですね。そしてソウルくんが上がってきました、やっぱり。はい、前回ちょっと下がっちゃいましたけれども、やっぱりね、ソウルくんは人気でしょう。まあ、光くんはもうね、上位層っていう感じになってきましたよね。まあ、前回と変わらずという感じで、いや、光くんね、デビューいけるんじゃないかなと思ってます。はい。そして、ウソクくんがトップ3に入ってきましたね。なんかね、やっぱりウソクくん一番アイドルらしいアイドルっていう感じがしますね、私的には。はい。なんかこう、デビューした後のいろんなこう、コンテンツがあるじゃないですか。バラエティとか、こういろんなイベントとかね、そういう時にウソクくんってすごいね、重要な人物になってくるんじゃないかなと勝手に思っています。はい、そしてね、トップ2、ソンミンくんとジュンウォンがなんと入れ替わるということで、今回泣きましたね。ジュンウォンよかったね、本当にね。ファイナルじゃないのになんかすごいね、肩の力が抜けました。なんかもうよかったですね。まあもちろんね、ソンミンくんも応援してるんですけれども、はい、ジュオン1位になれて、やっぱり A オーディションファンとしては嬉しいです。はい、ルネの皆さんもね、喜んでますよね、きっとね。私もルネですけど、よかったですね。で、まあ、ソンミンくんもね、喜んでくれて、ジュオンは静かに、なんかもうイエーイみたいな感じじゃなかったですけど、静かに喜んでましたね。ほんとよかった。で、ソンミンくんといえば、あの20位の発表の時にものすごく泣いてたじゃないですか。ね、自分のチームメンバーが残れるかどうかっていうところで、まあ誰かはどうしてもね、脱落しちゃうので、あ、なんかあんなにソンミンくんがこう泣く姿って今までなかったなと思って、そう、結構こう熱い子なんだなっていうのはそれ見て思いましたね。割とこう今までこうやんちゃというか、結構わんぱくボーイ的な感じだったと思うんですけど、あ、そうかそうか、ソンミンくんすごい熱いんだなっていうのを、あのね、泣く姿見て思いましたね。もう多分もうここまで来るとね、ほんとね、脱落しんどいですよね。とね、残念ではありますけど、生放送だったから、そのお別れのところとか、そういうのがね、全然放送されなくて、なんかさっぱり終わってしまいましたね。はい。ソンミンくんチームは7人、ジュンウォンチームは13人残っているということなんですが、まあ、ボイプラとかプデュシリーズだと、だいたいこういって移動して均等になるようにしますけれども、多分あのなんか予告の感じだと移動しなさそうですね。そのまま行くのかもしれないですね。なんか人数に差があるけど、それはもういいんでしょうね。わかんないですけどね。うん、そのまま行くっぽい雰囲気ではありました。はい。まあ、いよいよね、もう次はファイナルということで、どうなんでしょう、デビューメンバー。ちょっとね、あの、私なりに予想もしたいなとは思ってはいるんですけれども、楽しみですね。はい、あの、最終回まで盛り上げていきますので、ぜひぜひチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。Oh!